結果出た？抗原陽性。はい。行列にはマイナスです。抗原だけですね。太宰府市のクリニックです。行列を作っているのは診療を待つ受診者の車。こちらではドライブスルーでの発熱外来を行っています。こっち安心読みて、はい、あーって1,2,3 もう高いな。新型コロナ疑いの感染症検査、朝から対応に追われていました。駐車場で待つ受診者に電話で結果を知らせます。コロナが陽性です。どこで感染したかで多分分かりにくいかと思うんですけども、今日午前の検査だけでも10人中4人に陽性反応が出ました。本当に数が短い期間で本当に増加してるっていうのは実感します。喉の痛み、そして本当にもう風邪症状の関節炎、筋肉痛が主症状で、味覚嗅覚障害の方はほとんどいません。そして第5波との違いは、10代ないしはもう小学校低学年以下がかなり増えてます。特に家族内感染、親御さんとか兄弟とか誰かがかかると3人4人ともう1日2日でですね、感染していくっていうのが現状です。オミクロンで1回以降落ち着いてたのが急にやっぱり増えてるっていうのもあって、以前よりもちょっと引き締めてる感じですね。福岡市に住む岩本博美さん、幼稚園生から中学生まで4人のお子さんを育てています。ただいま。ただいま。おかえり。帰ってきたらすぐ手洗い、感染対策の基本ですが、実は今岩本家ではその前に徹底していることがあります。それは、おかえり。外寒かったね。うん。洋服かけてね。うん。岩本家では外で着た上着は玄関にかけるのがルール。洗ったりとかすぐにこう何かこう綺麗にしたりができないものはできるだけ室内に持ち込まないようにしているっていうところですかね。お次は食事です。おいしい人、はい。バランスよく量もしっかりとることでコロナに負けない体をと腕を振るっていますが、今さらに徹底していることがこちら。それぞれの料理を取り分けるようにスプーンを使ってます。他にも免疫をつけようと睡眠もしっかり取らせていますが、心配もあると言います。家庭内感染っていうのはやっぱり難しいんじゃないかな。インフルエンザになった時はやはり兄弟間でうつってました。最終的に私もかかったりとかどうしてもこうあるので、できる範囲で対策はしたいと話すひろみさん。もし家庭で感染者が出てしまったらという思いから隔離部屋も用意しました。ああやっとけばよかったとか思ってなるよりも、あれだけやってもやっぱりなるよねってぐらいに思える方がいいかなっ